ケンソル。ケンソル、ラ、観察官は古代ローマの行為の政務官職の一つ。日本語ではセンソールと表記されることもある。その任務は、検察と呼ぶ調査、センサス、国政調査の実施とローマの風俗の引き締めであった。他の政務官職が毎年選出されるのに対し、ケンソルは原則5年に一度、1年半の任期で選出される。 定員は2名。ケンソルは、検出を実施し、市民の資産状況を調査し、ローマ市民権保持者の数を確定していく。同時に、元老院議員、エクイテス、騎士の名簿を改定し、この財布貧困等を理由として、既存の元老院議員やエクイテスからその地位を奪うこともできる。また、税金の徴収も行い、さらに、紀元前4世紀末には、 道路や水道といった大規模なインフラ整備を行ううになり、遅くとも第二次ポエニ戦争の頃から剣道院、大一人者の任命も行うようになっていった。そして検出が完了すると、と呼ばれる清めの儀式を行う。このような権限から、ローマの政務官の中でも高い地位を与えられており、最高位であるコンスル、執政官より、会の政務官職ながらもケンソルには、 通常コンスル経験者が就任した。ススを最初に言ったのは、王政ローマのセルウェンス・トゥリウス王とされる。おそらく紀元前550年前後、彼は市民の資産状況に応じて6つのクラシスト・ケントリアを定めたという。そしてススが完了すると、全市民にケントリアごとに、カンプス、マルティウスに集まるよう命じ、おスブた、おひつじ、 おうしの三頭を生にとして、神に捧げ、集まった全軍に対して、清めの儀式を行ったという。ティトゥスリウィウスによると、ケンソルが初めて選出されたのは、紀元前443年のこととされる。長年検出が行われておらず、コンスルは対外戦争に忙しかったため、元老院で検出を専門に行う、新職の設立が提案された。ちょうどこの前年、 紀元前444年に、プレブスの突き上げによって、失政部官職が新設されたところでもあり、パトリキしか就任できない、この官職の新設は歓迎されたという。検出を行うために、ケンソルと命名され、前年の補充失政官二人が、その任期を補充する意味で就任した。しかし、モムゼンラ研究者はこの次の代のケンソルを初代と、みなしており、 またそもそも全443年に、ケンソルの新設を定めた方があったかどうかも、確認できない。紀元前四百435年には次のケンソルが、選出され、その任期は5年であったが、このように、かなり強力な権限を持っていたため、紀元前四百434年、独裁官マメルクス、アイミリウスマメルキヌスが、自身の職と引き換えに、ケンソルの任期を1年半に短縮する。 法案を可決させたとされる。紀元前4世紀中盤までの検出は不定期に行われており、またリウイウス等の記録には、執政部官とケンソルが混同して書かれていることもあり、紀元前367年のリキニウスセクスティウス法で修部官制度が終わり、コンスルで固定されたことを契機に、ケンソル職もまたはっきりと分離されたとする説もあると言う。後に、 アッピアカイド設フセツで有名なアッピウス・クラウディウス・カエクスは、このアイミリウスの方を無視して辞任せず、強引に一人だけ5年間ケンソルの座に居座り続けたという。紀元前393年に就任したケンソルの一人、ユリウス・ユルスが人気中に死去したため、初めて補充ケンソルが選出された。しかしこの大のルーストルム期間中の紀元前390年に、 ブレンヌスイル、ガリアジーに、ローマを占領されたため、これを不吉な前例として、その後補充が行われることはなくなり、また一人が死去した場合にはその同僚も辞任することが慣習となっていった。紀元前351年のケンソルを決める選挙には、プレブス初の独裁官となったマルキュスルティルスが、立候補し、初のプレブス出身ケンソルとなった。 紀元前339年には独裁官、クイントス・プブリリウスピロが定めたプブリリウス法の条項の一つで、ケンソルのうち一名はプレブスから選出されるべし、と定められた。紀元前300年のオグルニウス法によって、新官職がプレブスに開かれた後の紀元前280年には、プレブス出身のドミティウス・カルイヌスが初めて、ルーストルムの儀式を取り行う。しかしながら、 初めてケンソルの両名ともが、プレブスから選出されるのは、紀元前131年のことである。紀元前294年に続き、紀元前265年には、マルキウスルキルスが二度目のケンソルに選出されたが、彼は、ケンソルの再選を禁止する法を制定したという。平成期に入ると、ケンススの実施や、風俗の監視といった任務は、元首の仕事となった。 幕末期、外国との会談、交渉の際に、目付を同席させたが、その際に、目付の職務を説明したところ、目付とは、スパイのことだ。日本、徳川幕府は、スパイを同席させているのか、という権威を受けた。権威を晴らすため、幕府は諸外国の職務で目付に相当するものを探し、ローマ時代の官職である、このケンソルを見つけた。万円元年県米施設で、 おぐりただまさが、目付として赴いた際には、目付とはケンソルであると主張して切り抜けたという。以下文献に残る古代ローマの検出による市民人口を表にまとめる。これらは、ローマ市民権を有する17歳以上の成人男性の人口とされており、出生率を超える人口増加は、ローマ市からイタリア、そしてイタリア外へのローマ市民権の拡大に対応すると、 返されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。